浅井忠子は日本で最初のチアリーダー。法政大学応援団バトントワラーブ出身。日本のチアリーダーチアリーディングの名付け親。日本人で初めてアメリカのチアリーダーのキャンプに参加して賞を取り、アメリカの連盟から日本に普及を依頼され、日本のチアリーダー普及に奔走した。日本初のプロチアリーダーチームピスケスチアリーダーペプクラブは日本のビッグ。 スポーツイベントを盛り上げ、貢献し、数々の日本のスポーツシーンを盛り上げた。この時代は、スポーツがイベントとして発展し始めた時代にあたり、日本のスポーツイベントの始まりの時代であり、チアリーダーの登場がそのワンシーンを飾った。このピスケスの代表として活躍した。ジャパンボールというアメフトイベントに選手と共に来た、アメリカのチアリーダーと日本側は、 ピスケスチアリーダーペップクラブが日米チア合戦が毎年の名物だった。プロ野球やサッカーアメフトバスケ、スポーツ応援はもちろんテレビドラマゴー,ゴー、チアガールや歌番組ベスト10俺たち表金属などのクイズバラエティ番組から CM 雑誌と大活躍。この時代の時の人であった。高校時代から応援団の活動を続け、法政大学では 東京六大学野球での応援活動がしたくて、応援団に入れてほしいと彼女が戸を叩いたことが、チアリーダーの始まりとされている。この頃六大学野球は、高校球児のスター選手が話題で、神宮球場は、満員御礼が出ていた。が、応援団に女子が、まだ珍しい時代で、バトンやポンポンフラッグなどを使用する、バトントワリングや、ブラスバンドに数人いただけであった。 在学中の4年生の時に、早稲田で結成されたことで6大学すべてに、バトン部が揃い、6大学合同ステージが始まった。その時の東大応援部初代チアリーダーが、松島みどり。東京都大学バトン連盟の委員長に推薦された頃、アメフトイベントで、アメリカのチアリーダーが来日、ソングリーダーの存在を知り、大学時代に渡米して、アメリカのチアリーダー合宿に、 日本人として初めて参加。そこで賞を取ったことで本場のチアリーディングというものをトバトン連盟のステージで発表した。当時はまだ存在していなかった東京の大学のバトンコンテストを彼女の企画で始まり、そこでもアメリカで勉強してきたチアという分野を披露した。それが日本テレビの本物は誰だや。 その他の民放各局のクイズ番組に紹介されて、チアリーダーというものが一躍脚光を浴び、日本における、チアという言葉の普及に貢献した。関西テレビのお笑い芸人東西対抗番組で、東西の大学チアリーダー対抗合戦も行われ、浅井の指導の下、関東、関西のチアが広がったと言われている。各地にも指導に行き、東都大学野球等の応援活動もしながら、 ブラスバンドと共にハーフタイムショーをしたり、日本のスポーツシーンに欠かせないチアリーダーという存在の活動の確立、チアリーディングという分野の普及活動に奔走した。プロ野球応援もこの頃より工夫が見られ、チアリーダーの募集が行われ、アサイが指導を応援したことで話題となった。それがきっかけでピスケスというプロチアリーダーの誕生につながった。マスコミで脚光を浴び、 芸能人対抗運動会などにもアイドルと共演したりと健康で明るく体操やアクロバット足も速く運動神経の良いチアリーダーの存在として話題になった。また同時にアクションカメラ小僧という存在から追いかけられ困っていた。高校までは中2コースホタル雪時代等のモデルもしていた。大学や企業の応援団、チアの普及、指導にも奔走し、 都市対抗野球大会や企業サッカーを華やかに企画した。日本体育大学の初代監督を務めたほか、関西の大学各校で盛んなアメフトチアの指導に貢献し、各方面で活躍するチアリーダーを育てた。たけちゃんマンのオープニング映像に登場していた。東大応援部の歴史、バトンの誕生。東京大学運動会応援部。東京大学。 2014年3月25日閲覧。ありがとうございます。